ミニマムとは小さな奇跡とも呼ばれる特殊能力、うん、このコーナーでは僕たちが小さな奇跡に挑戦していきます。今回挑戦するのはこちら、奇跡のオリジナルドリンクを作ろう。お、はい、というわけでスタジオにはジュースミキサーリアルリアル、本当に本当にあるすごいね、な結構強そうだね。そうそうそう、結構強力なやつですバイクみたいなね、結構な硬いやつでもね、はい、そう、このジュースミキサーと材料が、はい、ほんとたくさんの材料だね、結構たくさんあるんですよ、本当に、はい、用意されております。はい、今から今回大阪君に、はい、大阪印のオリジナルドリンク、お、こちらがこのカフェノウェアのウェルカムドリンクに、え、じゃあ僕が全部選ぶってことですか。そういうことです。だから今後ゲストさんとか来たらこのウェルカムドリンクをこう、はい、やべえということなんで、下手にまずいもの作れないですいや逆にネタとしてまずいものを作る、そうなの、激烈にまずいものを作る。逆にね、星がリータの先輩には美味しいものだとちょっとなんか俺美味しいなって物足りないっていう、そう、なんかそういうガチョウクラブ的な人もいる可能性がありますから、そこのさじ加減で、なるほど、お願いいたします。わ、はい、かりました。まあ、でも一応ね、せっかくなんで大阪くんも飲める食べれるものを、はい、今回はなんか事前に調査をしてもらって、はい、で好きなものを中心に用意してもらったんですけど、これすごい量だね。ですね、うん、なんか面白いもの結構いろいろあるよ。なんか、はい、じゃあまずは安心して、うんま、ちょっと果物からいきましょうか。おー素晴らしい、やっぱね、じゃあまずはぶどうからいきましょう。ぶどう、皮ごと食べられる種なしのね、ぶどうらしいです、ね、らしいです。最近はいいね。で続きまして、うん、じゃあリンゴいきましょうか。リンゴ、リンゴ、ああもうこの時点では絶対美味しいね。絶対美味しいやつですね、うん、フルーツジュース。続きましてですね、うんうん、ラディッツいきましょう。ラディッツ、ラディッツマジで、これ下手ごといけるの、このままいくの、葉っぱごと、すごいね、いく、いけるんだ、いくいく、いきましょう。あ、じゃあ次ヨーグルト、これ絶対これ美味しいと。なるほど、あ、そうだ、ヨーグルト、これアロエ入りのヨーグルトだ、ね、全然だから、まあ、アロエも入って、アロエも入って、ね、これ一緒に食べられるってことですかね。うん、あー、がっつりきましたね。おー、行きましたね。でこれやっぱり、うん、やっぱり声優さんが飲むってことで喉にも良くなきゃいけない、うん、あ、そうだね。それで蜂蜜、これはありがたい、蜂蜜はありがたいよ。俺も蜂蜜大好きだもん。蜂蜜、生姜、生姜、 おいいね、体が温まるからね。そうそうそう、生姜、やべ、全然味が全然味が想像できない。これラディッツがどういうプレイを見せてくれるのかが分かんないもんね。ラディッツにかかってますからね。そうだね彼すごいだろうね。おお、生姜いったな。もうさじ加減がほとんど八木橋君に任せられてるからね。ちょっと待ってくださいミント、ミント一つまみぐらい。あ、なるほどね。ちょっと量してちょっと危ないですよ、ね、最初に量いっとかないとね、八木橋君ゾッバーいっちゃうからね。危ないですねこれ。一つまみ、あ、いいね、そのぐらいだね。これなんですか。レモン、レモン汁、レモン汁ね、レモン汁はいいんじゃない、さっぱりするから。レモン汁いきましょう、うんうん、レモン汁は小さじ1杯ぐらい小さじ1杯あー、いきましたね。あ、うん、もうちょっといけるかな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 。急になんか若者が急に切れたみたいな入れ方をしましたよじゃあ野菜もちょっと入れなきゃいけないってことで、そうですね、そうビタミンを取ったりとか、ね、キャベツかな、キャベツ、食物繊維いきましょう。食物繊維を取って体にガリッガリってますね。でも本当あれだね、体に良さそうだね。ですね、うん、あ、トマト、トマトいきましょう。色味が全体的に同じ緑だったから、ここで赤色のトマトはいいかもしれない、バナナ、あ、バナナは絶対ジュースに合いますよ。バナナを半分いきましょう。半分、半分ね、うん、甘さもあるからね。そうだね、あ、そんなもんでいい、ね、結構な量だよこれとりあえずこれでいきましょう。とりあえずこれでね、一回味見をしてみないと分かんないもんね、これ生姜とラディッツが例えばとても、ね、どこまで関わってくるとかね。そうだよね。じゃあ、はい、いきますか。ゴー、まわ、砕けなかったさあどうだ、さあ改めてね、改めてグワグワいきましょう。いけるか、おいけ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 いこれさ、緑色が多い割にさ、クリーム色っぽくなったね。牛乳の割が多かったんですかね。牛乳か。でもなんか匂いはすごくいい感じしない。あ、でもうん、生姜だ、生姜の匂いがやっぱすごいする。あ、やっぱ生姜ですね、うん、ちょっと継ぐよじゃあ味見乾杯。はい、乾杯。はい、いただきます。あれ、うん、でも生姜強いね。生姜強いですね。うん、生姜強いでもね、飲めるな。飲めますね。飲めるね。なんかちょっと物足りない感じするね。なんかプラスブロッコリーあとやっぱり牛乳とバナナが強い気がするんですよ。あ、確かに。
でやっぱり美味しいからそこにやっぱでも行きますか。いやカフェなんでね、ここカフェなんでちょっとコーヒー行っちゃいます、コーヒー入れてみようか。あでも牛乳入ってますからね。そうだね、だカフェオレっぽくなる、カフェオレっぽくなるかもしれない。あこれ気になってたの、これ小松菜、小松菜がなんかいいらしいんだってね。小松菜なんか一番癖ないらしいですね。癖がないらしい、聞けた話。ちょっと小松菜チャレンジしてみる。めっちゃ今から切ってるもうマックスの容量がパンパンになってますね。容量がね、これ大丈夫ですかね。ちょっとじゃあトライしてみる、これで、はい、もう一度これでね、うん、もう色が変わったもんねコーヒー入れたから。あー色がさあ色的にはちょっとこうカフェオレっぽい感じですけど。そうだね、お急になんかね大人な感じになってるけどね。あでもさっきより液体っぽいっすよ。そうだね、あそうだね、さっきの方がドロッとしてた感じがするな、ね。変わったなだいぶ変わったな、うん、なんだこりゃこれはきついぞよく考えたら小松菜とコーヒー入れたんだもんね。コーヒーが強いですね。コーヒーってすごいね、穴ちょっとしか入れてないんだよね、あ甘さが足りなくなったのかな。甘いの入れときますか。チョコレート入れ、チョコレート、チョコレートいきますこれ入れたもんちゃんと覚えとかないと。そうだねすごい入れちゃってるよねこれ材料。甘いのが足りなかったね、うん、そうだね、ちょっとだから苦味が出てきちゃったから、ね、コーヒー入れて、うん、みかん行く、みかん行きましゅう、いきましゅう、動揺しすぎだ、萌えキャラいきましゅうってもうみかん入れ流それはあまり拾わないでねでもなんか季節感が出たからね、みかん入れたから、あチョコか、チョコ砕いてるとか。チョコの音、あでも色もちょっと濃くなりましたね。そうだね、すごいなこれ、怖えなこれ、はい、これで決めよう、もう決めましょう、うん、お凄い強烈、あの飲めなくはない、うん、なんかね、あとねやっぱね生姜ってすごいね、生姜まだ残ってんだよねあんなにいろんなもの足したのに、あのねずっと捕まってんのね生姜が、ずっと生姜の香りが負けないね、チョコレートに喉にねすごい引っかかってるこれすごいね、結構強烈かも。あーなんか涙出てきたこれからはゲストさんにこれを振る舞いましょうですね。ね、このレシピ覚えておきましょう。これレシピ覚えておいてね。そうだね。ああ。使ってるもん。でも、ね、間違いなく体にはいいと思う。体にはいい。野菜いっぱい入ってるからね、うん。フルーツもいっぱい入ってるし。甘いもの入れたし、ちょっと脳にもいいですね。うん。頭痒くなる。はい。といったわけで、奇跡のドリンク生まれましたね。以上、おこせミニマムのコーナーでした。